ピンポンパンポーン。本日の動画はプロやプロのクリエイターの人には参考になりません。ということで、今日はですね、僕のようなごく一般的な趣味でカメラや映像を撮ってる方に向けてお送りしていきたいと思います。今日はですね、先日発売されました α7-4 のおすすめ設定動画編ということでやっていきたいと思います。まあ、僕の見た感じはですね、 α7-4 の、まあ、機能っていうのはですね、今撮っている FX3 や α7S3 と、まあ、ほぼほぼ同じ機能を積んでいます。なので、この FX3 の僕が普段使っている設定をですね、ご紹介していきたいと思います。先ほど言った通り、プロのクリエイターの人なんかにはあんまり参考にはならない動画になっております。はい、僕のような、まあ、普通に、まあ、カメラとかそういう関係のお仕事ではなく、普通にごく一般的な、まあ、従業員、サラリーマンとして、まあ、接骨院の院長なんですけども、普通の会社員、分院です。はい、で、まあ、家族、まあ、子供が2人いてとかっていうですね、まあ、ごく一般的な、まあ、家庭、家族で、なかなかその自分の趣味に、まあ、多くの時間を割けなかったりとか、多くの予算を、まあ、自分の小遣いを切り崩しながら、まあ、カメラライフを楽しんでいる方いっぱいいらっしゃると思います。そういう方に向けてですね、今日はですね、お送りしていきたいと思います。はい、まあ、α7S3 からですね、いろんな、まあ、いろんな、まあ、クリエイティブルックとか、S シネトーンとかね、いろんなですね、機能が新しくなって、まあ、そこから、後の機種は、まあ、おおむね、この設定がですね、当てはまるんじゃないかなと思います。今日ですね、動画編です。動画を撮るときは、もうこの設定にしておけば、まず問題がありませんよということで、お送りしていきたいと思います。まあ、大きく分けて3つのポイントをですね、ご説明していきたいと思います。まず1つ目、S シネトーン。そして2つ目が 60p。そして3つ目が XAVC-HS。H265。この3つでございます。今日はですね、この設定の仕方をですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、あ、はい、来てるか。はい。久しぶりにですね、OBS で画面収録をしながら、撮影をしております。はい。まずですね、はじめ、1つ目のですね、S シネソン。これはですね、ピクチャープロファイルの11番。これをですね、設定してみてください。いきます。まずはメニューを開きます。はい。じゃん。そして、メニューの、はい、露出色ですね。はい。こちらから入っていきまして、カラートーンですね。はい。そこからピクチャープロファイルの11番。これを設定してください。この S11 番が S シネトーンですね。僕一応ですね、このブラックレベルをプラス10にしております。で、ガンマとカラーモードは、まあ、S シネトーン。そして、ブラックレベルをプラス10にしております。10にしないとどうなるかというと、結構コントラストが強くなるので、ちょっと後から色をいじるときに、ちょっと厄介になるので、僕はプラス10ぐらいにしております。はい、そしてその次、はい、じゅんじゅん、はい、メニューの、撮影のどこから入ってって記録方式、これを僕は XAVC-HS4K の動画設定のこの記録設定を 30mm の420の10ビットで撮影しています。はい。よいしょ。これどういうことかと言いますと、今ここの、はい、見てください。
メモリーカードの1番と2番ね。1番と2番ね。ここね。これ。これ。はい。だいたい今ですね、64GB の V30 の、もう一般的な、よいしょ。はい。一般的な皆さんが使っているようなですね、はい。このような、サンディスクの、これの、64GB を使っております。はい。で、先ほどの、XAVC オールイントラというものはですね、この、こういったですね、はい。V90 という規格の SD カードが必要なんですよ。で、今この僕の V90 のこの SD カードは壊れちゃったんですよね。はい。で、これがですね、ものすごく高いんですよ。なかなかですね、あの SD カードに1万、2万、3万も使えないじゃないですかね。はい。ということから僕はですね、この普通のサンディスクの V30 のですね、まあ皆さん持っているだろうですね、この SD カードを使っています。これ本当2000円、3000円、4000円ぐらいで買えるので、これを使っています。はい。これを使うときは、この XAVC HS4K で撮影ができますので、オールイントロでは使いません。そして、これのいいところが見てくださいね、ここの、はい。ここの、ね、今、4K24P で撮ると、だいたい3時間30分、だいたい 64GB で3時間半撮れると思ってください。はい。これをですね、いきますよ。びっくりしますよ。はい。これを、はい。XAVC S フル HD にします。フル HD ですよ。フル HD にしますと、はい、動画設定ね、はい、そうしますと、はい、見てください。はいはいはい、どこだ、はい、見てください。これ、はい、2時間ですね。はい、フル HD よりかも HS4K の方が撮影時間が長く撮れるんですよね。はい。そして、ここからまた、よいしょ。じゃあ。ここから、おっと。はい。4K にしますと、はい。もっとすない。1時間しか撮れません。だいたい3倍で撮れますよね。はい。で、これ今 4K で100メガしかないですよね。はい。やっぱ10ビットがいいです。10ビットで絶対撮った方がいいです。8ビットですと、ダメ。せっかく10ビット取るんで、10ビットで取りましょう。で、そうすると、もうこの HS で30メガの10ビット。まあ、この辺でもいいとは思いますけども、はい。422の、でもこれだとね、多分ね、はい、こういった、多分ね、編集するのがね、難しくなってくるので、422だと、420の、10ビットでいいと思います。で、やっぱり一番容量が少なくて、正直、ね、僕らみたいな一般のユーザーはですね、まあ、そう、420の10ビット、30M?30 メガで僕はいいかなと思いますよ。何の、僕が使ってる分には何に違うかもしれませんけども、なかなか違いが分かりませんよ。はい。そして、最後、はい。最後いきますよ。最後、60p で撮影するとはどういうことかと言いますと、先ほどの今、HS ですね。今、24p で撮ってるんですけども、これを普段撮るときは 60p にしましょう。はい。今、これが 60p ですね。はい。さっきよりが滑らかになってますよね。はい。で、60p で撮影を、60p で撮影をするんですけども、編集してアップロードするときは 24p にしてください。これなぜかというと、2倍のスローモーションができるんですよ。はい。ね、24p×2 でね。はい。なので、普通に撮っていて、ちょっとここを、スローモーションにしたいなっていうときは、2倍ぐらいまでできますので、はい。で、これがね、120p とか、
120p とかだと、さっきみたいなこのね、やっぱ高い SD カードが必要になってくるんですよ。はい。まあ、これ変えたら変えたでいいんですけども、そんなに3万とかって SD カードとか出せないじゃないですか。で、だから、しかもね、こう、なんていうのかな、運用する分にはやっぱり、記録、ファイルサイズも小さい方がね、扱いやすいですし、この HS っていうのは編集するときに結構、パソコンの方に負担がかかるとは言われてるんですけども、オールイントだとか 4K で撮った時の、ファイルサイズの大きさ、こっちの管理の方が、僕たち一般ユーザーは大変なんですよ。うん。ファイル書き出すとかもね、もうそれがね、MacBook Pro の一番いいやつとか持ってればね、別ですけども、そうじゃない人がほとんどだと思うんですよ。そういう方なんかはやっぱりですね、ファイルサイズを小さくして、ファイルの転送とかを早く楽にしたい。そして、保存とかアップロードするのも、なかなかやっぱファイルサイズ小さい方が便利ですからね。はい。はい、以上がですね、α7-4、そして、はい、以上がですね、α7-4、ソニー FX3、α7S3 ユーザーのおすすめ設定でございました。僕みたいにですね、ごく一般的な趣味でカメラをやっている方なんかは、この設定ぜひ一度やってみてください。本当ね、プロのクリエイターなんかはね、まあ、この設定はほぼしないとは思いますけども、ね、参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、この動画が参考になりましたら、皆さん、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。